終戦後70年経って随分日本は日本の戦争について深く考えることができたと思うんですが、何しろお祈りしてですね、平和は大切だとかですね、まあそんなことやってるようではですね、やはり私は、まあ、人間としてって言った方がいいと思いますが、人間としてですね、多少不足することができるんではないかと、そういうふうに思うんですね。で、今日はまあ、ものすごく重たい話をしたいと思うんですが、ひばりでですね、天皇陛下は神かということをやってみたいと思いまして、今日これを題材にいたしました。天皇陛下はこの前の戦争が終わるまでは、一応神だったわけですね。荒人神っていうか、生きている神と一応されてたわけですね。それで兵士は戦場で死ぬときに天皇陛下万歳と叫んで死ぬわけですね。これは天皇陛下以外の人の名前が出るってことはまずなかったと思うんですね。まあ、稀にはいろんなことがあったと思いますが、基本的には天皇陛下万歳と言って死ぬ。つまり、この場合の天皇陛下万歳というのは何を意味しているかというのは、その兵士一人一人はですね、私は日本国のために死にますと、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。その日本国というのは一体何かって言ったら、自分のお母さん、お姉さん、妹を守るためにっていう意味なんですね。これは男女とかそういうことなくて、女性は基本的に戦争できませんので、男がまあ女の代わりに戦争して女が助かるというのが、まあこれ生物のまあ基本原則なんですね。で、なぜそれでは一番大切なのは、なぜ、天皇陛下が神であったか。これはですね、戦後非常に滑稽な変な議論があったわけですね。天皇陛下は神か人かと、天皇陛下の人間宣言をしなきゃいけないんじゃないか。いや、まあ政治的にはそういうことはあったでしょうけど、まあ歴史とか科学という点ではそんなのが必要ないんですね。天皇陛下は人に決まってるんですよ。そんなのが言うまでもないんですね。だって結婚しなきゃ子供生まれないんだし、ある程度経ったら寿命が来てお亡くなりになるわけで、それはもう見ればわかるわけですよ。ご飯食べなきゃいけないし、水も飲まなきゃいけないわけですから、天皇陛下は人なんですよ。しかし問題なのは、なぜ天皇陛下を日本は神としたかっていうことがもう大切なところですね。まあ、天皇陛下ができたのは大体2000年前。まあ、言い方によってはもう少し1800年前と言ってもいいんですけど、まあそこら辺はもう議論はどっちでもいいんですね。2000年前に天皇陛下、天皇というも神武天皇というのを即位した。この時に何の目的で即位したかということですね。日本は天皇陛下というものを神の子供として、考えたことによって、まあ、その後の日本が世界に稀に見る成長したし、繁栄したし、それから、天皇陛下がおられたがゆえにですね、まあ、安定した国ですね、国として安定した国を作ることができたわけですね。これはもうこのブログでも何回でもお話ししておりますので、もこのブログを少しご覧になった方はご存知だと思いますけれども、まあ、これはひばりですので少し違うんでですね、結局まあ人間というのはですね、まだ今でも2000年前は当然なんですが、今でもですね、何か絶対的な存在というものを求めるものなんですね。これはいい悪いではないんですね。人間というもの、まあ動物から生まれてきたからでしょうけどね。したがって日本のように神から生まれた天皇というのを一人決めるとですね、その天皇が2000年も一緒、ずっと同じなんですね。ところが中国はどうだったかっていうと、まあ随分王朝は日本より少し古いんですけど、4000年の歴史ってのは嘘ですけど、まあ2000数百年の歴史はあるわけですね。それでやっぱり天子っていうのがいたわけですよ。天皇と似ている天子。この人は神の子供じゃないんですよ。天の神様から、権限を与えられた人なんですね。だからどうなるかっていうと、これは神の子供じゃないんです。権限を与えられただけなので、例えば、関東、草原、民進っていう王朝ができるわけですが、まあ、例えば、唐、有名な唐ですね。遣唐使の唐ですけども、唐が滅びたら、天子は、まあ、あの時どうだったかちょっと今思い出しませんが、原則殺されるか、
どっかに追放されて全く血筋の違う人が、まあ、次の天使につくんですね。というのはどうしてかというと、日本は神様の遺伝子を持っている人だから、だから2000年間1回も天皇陛下が殺されるとかなかったんですけど、通常は殺されるんですね。それからヨーロッパはどうだったかと、ヨーロッパはまあ歴史がそれほど古くないんですが、まあ、ローマ時代からあるんですが、まあ、もちろんローマの皇帝っていうのはですね、もちろんローマが滅びたら、まあ、大体殺される、まあ、ローマが滅びなくたって途中で殺される、暗殺されたりする、皇帝というのはいくらでもいるんですね。それからその後中世を経て、近代になって神聖ローマ帝国とかブルボン王朝とか、ブルボン王朝の最後のルイ王様はですね、有名なフランス革命でギロチンに、大衆の前でギロチンで殺されるわけですから、これはまあだいぶ違いますね。それからイギリスはまあ今エリザベス女王つのいますが、まあ、彼女は500年前ぐらいにドイツから来た、王室の末裔なんですから、これはもう全然国民も違うんですよね。だけどですよ、なんとなく人間っていうのはこういう皇帝とか王様とか神格化された人がいるんですよね。ここが難しいところなんですよ。これはやっぱり単純にものを考えることができないんですね。今でもですね、例えば共産党の中国は習近平が習政トップですよ。それから最近プーチンも結構神格化されてきましたね。それからイギリスもまあエリザベス女王と、そういうふうにですね、どうも人間っていうのはですね、落ち着かないんですよ。要するに、その国の元首がですね、いつもいつも選挙で選ばれてると落ち着かないんですね。まあ、それの一つの極端な例が韓国ですね。大統領を国民で選挙して選ぶんですが、大統領終わるとほとんどの人がひどい時は死刑、大体は監獄に入るんですよ。今前の女性のですね、まあ、この人は血筋なんですよ。パク大統領、昔のパク大統領の娘さんですから、ものすごい血筋なんですが、それでも今韓国入ってます。なんか33年の刑でしたかね。そうなっちゃうんですね。そうするとね、やっぱりなんとなくそこの国の人はですね、あれ？尊敬すべき大統領とか元首が、やっぱり韓国入ったり、自分の目の前でギロチンで切られたりするとですね、やっぱり心落ち着かないんですね。それで日本だけがうまい制度を作ったんですよ。天皇陛下はもちろん人間なんです。しかし、ね、天皇陛下だけを神様にしとこうと思ったわけですね。普通はですね、うっかりね、他の日本以外の国はですね、貴族とかそういうのを作っちゃうというか、まあ日本でも貴族はいるんですが、日本の貴族ってのは神様とつながってないんですよ。だから天皇陛下と全く違うんですね。天皇陛下だけが神様につながってるもんですから、だから2000年間殺されないんですよ。天皇陛下に即位したら原則その天皇が、もちろん、今度の上皇みたいにもう疲れたから職を去るってことはあってもですね、何かこうひどい目に遭うってことは、まあちょっと中世にあったことあるんですけど、ほとんどないんですね。で、これはですね、日本の非常に日本人が偉かったと私思うんですね。というのは、人間は何かわからないが、神格化された人が一人必要だと。一人がいいと。多いと、それが支配層になって、その国のものになっちゃう。今の中国共産党がそうですね。8000万とか9000万とか言われる中国共産党という人が、特権を持って、中国人を圧迫するわけです。そのトップが習近平であるっていうだけですからね。別に血筋とか関係ないですから。だからそうすると、習近平以下の9000万人の中国人が、残りの14億人の中国人を支配する。という、こういうことになるわけですね。これはまあ、中国もそうだし、ずっとローマ時代からのヨーロッパもそうなんですね。今のアメリカもそうですよ。大統領つのがいて、その下に 1% の金持ちがいて、これは資本主義ですから。それが 99% のアメリカ人を支配する。まあ、ギリシャの場合は、ソクラテスはじめ市民が 5% いて、あと 95% の奴隷を支配する、まあ、こうなると誰かが気がついたんですよ。日本のやっぱそれはまずいと。だから天皇陛下だけを神様にしとこうということで、
天照大神の五代下に神武天皇がいて、天皇だけ特別なんだってやったんですね。これが成功しました。ただ明治時代、明治維新後にですね、まあ、天皇が復帰したわけですが、その時大統領的な天皇が良かったか、神様的な天皇が良かったかというのはちょっとやっぱり判断が必要だったでしょうね。というのは大統領的な天皇も考えられましたから。しかし大統領的な天皇だったら、大東亜戦争で負けた時に天皇皇主系でしょうね。そうするとやっぱり皇主系、さすがマッカーサーでもですね、天皇皇主系にはできなかったんですよ。東京軍事裁判でも天皇陛下は被告にもできなかったんですよ。それはやっぱり2000年の神様としての天皇なんですね。まあ、マッカーサーもそう言ってますよ。いや、日本人にとっては天皇陛下を被告にするっていうと変なことになるんじゃないかと、日本が変なことになるんじゃないかと、まあ、言ってるわけですね。まあだから、少なくともですね、太古の昔から、明治維新まで神様としての天皇陛下、これは形式的なんですよ。そんなね、天皇陛下の人間宣言なんかバカなことやってもしょうがないんですよ。全員が天皇が神様、人間だって知ってるんですから。それはそうじゃなくて、国を治めるときに神としておいた方がいいんじゃないかってわけですね。確かにその通りで、日本という国の連続性が保たれたんですよ。日本人はね、自分たちが日本人だと思ってるんですよ。しかし中国人は中国人と思ってないんですよ。だって王朝が変わることに別の国の人になるんですから。ヨーロッパもそうでしたね。ナポレオンがフランス革命をするまで、フランス革命の後、ナポレオンが出てくるまでは、フランスっていう国はなかったんですからね。ブルボン王朝の支配地っていうのがあっただけですね。ですから、それは日本人に誇りを与え、団結心を与え、戦争が少ないんですよ。すごく日本は戦争少ないんですが、戦争が少なかったわけですね。で、じゃあですね、人の心の中から神格された人ですね、習近平とか、それからプーチンとか、エリザベス女王とか、そういう人が本当にいらなくなるのがいつかってことなんですね。いらなくなれば僕は天皇陛下は、元首でなくてもいいと思うんですね。だけど今のところギリギリかなと思うんですね。だからこれはその時代の人が考えないとですね、将来のことは我々考えられません。現在天皇陛下が必要かっていうとギリギリですね。ギリギリなので、ちゃんと国民はですね、そういう考え方を天皇陛下についてしてますよ。まあ歴史的には神様としていいだろうと。しかし、まあ、明治維新は神様じゃなくてもよかったかもしれないが、まあ日本が欧米列強と戦って独立を保つためには、まあ天皇陛下がやっぱり神様の方が良かったかなと。外地で戦う兵士が、天皇陛下万歳と言って死ぬ必要があった、確かにありました。だからそうかなと。大東亜戦争の後も、まあ、一時はやっぱり天皇陛下、だから我々国民はまだですね、天皇陛下とお会いしたり、天皇陛下がそば、を通ったり、しますとね、やっぱりちょっと感動して涙が出てきたりするんですよ。この天皇陛下が近くを通って感動して涙が出てくるという人が多い間は、まあ、自分の考えがどうであれですよ、武田邦彦の考えがどうであれ、やはり若干神格化された天皇家というものが必要なのかな。だけど時代とともに少しずつ薄れていくだろうと。でやがて現在の東京の皇居から無理なくですよ、異論のない形で無理なく京都の御所に移って、そして、ずっと長い後は、まあだけど本当に選挙を選んだ首相を元首として我々が愚することができるかとちょっと不安ありますね。だからそれはその時に考えればいいということです。ただここで重要なのは、私は戦後ですね、天皇陛下がなぜ神として日本では存在したのかという歴史的な意味、それから人間の心の動き、それから国が統一してあるということは、私は実は知らなかったんですよ。ですから天皇陛下の人間宣言、それは当たり前じゃないかなんて、そういう馬鹿げたことを考えてたわけですね。もっと深い意味があって、その深い意味が私というものを作って、しかも日本が繁栄してきたということに、まあ、私が気がつくのはですね、
それから自分で勉強するようになった相当後のことだったと、いうのはですね、残念ながら白状せざるを得ないと、いうことであります。